アサヒビールは10月のビール類の販売実績の市場推計値を発表しました10月の酒税の改正で値下げされたビールは前の年と比べて59%増えました増税となった第3のビールは33%減少しましたがビール類全体では19%の増加となりましたまた札幌ビールも販売実績を公表し ビール類全体では42%の増加となりました。